ことなんだ、警察としては。いけないことだから捕まってるでしょ。じゃあいけないことはここの警察官どんどん捕まりますよ。だからいけないことだったら、じゃあ俺のね、ちゃんとして告訴も、あそこでね、被害届現行犯なんだから、それも届けで受理すればよかったに、何もないからさ、今ぐずぐず裁判沙汰になってんじゃん。起こしたの、提訴したんだけど、先週。いや、それについても、ほら、私が今、こうやって答える立場にない。ね。いや、いそこ警察ちょっと一緒ですね。オウム真理教の時、初動捜査しないでさ、ねえ。うん、え初動捜査しないで、うん、なんだよ。坂本弁護士見殺しにしてさ、当時の所長の庄司東亜は研究本部に言われてそのままあれじゃねえかよ。そうはいかないんだよ。坂本なんかやらなんでいいんだって言ってさ、逃げちゃったじゃねえかよ。で、その後鶴見署でひき逃げ事件起こしてんじゃねえかよ。これ。それが神奈川県警かよ。どうしようもないね。何からねばね、腐ってるね。ああ、叱んだ叱んで逃げるんだ。おお、分かった。いいよ。面白いな。面白い。